今日岸田総理が熊本市の健軍駐屯地での式に参列するため熊本空港に降り立ちました。総理を乗せたとみられる車両が熊本空港を出ていきます。今年4月の事故ではこれまでに陸上自衛隊の坂本雄一前第8師団長を含む6人が海底から引き上げられ、残る4人は見つかっていませんが、生存の可能性が低いとして死亡と判断されています。この10人の葬送式には岸田総理のほか蒲島知事も参列しました。式で岸田総理は、職務の遂行に全身全霊を捧げていた隊員を失ったことは我が国にとって大きな痛手で無念でならないと弔辞を述べました。また式に参列した蒲島知事は、顔の見える関係で頑張っていきましょうという約束をした後だったものですから、それがとても印象に残ってましたね。で、そしてこのような事故に現れてとても残念だなと